岡山県宇野港、かつて四国への連絡口として宇港連絡船、フェリー会社3社合わせて1日往復140便以上の船舶が行き来しておりました。1988年の瀬戸大橋の開通に伴って宇港連絡船が廃止、フェリー会社は減便を余儀なくされました。2015年6月現在、宇野高松の直通は四国急行フェリー1社のみ、1日往復10便のダイヤとなっております。宇高国道フェリー休止後3回目の春、国道30号の海上区間岡山県宇野港と香川県高松港を結ぶ宇高航路で運行。瀬戸大橋開通以前は1日最大往復72便、昼も夜中も19分ごとをキャッチフレーズに運行。開通後は1日最大往復53便、28分ごとに運行しておりましたが、明石大橋しまなみ海道の完成及び高速道路休日宣言などの影響により利用者の減少から2012年10月17日の運行をもって休止となりました。休止前と休止後の様子をご案内いたします。それでは美山瀬戸の船旅、まずは宇野から高松、ご案内いたします。香川県高松港、重要港湾に指定され日本屈指の旅客港です。瀬戸大橋が開通するまでは高松駅と一体となり、四国の玄関口としてにぎわいました。現在もウォーターフロント再開発により誕生した三宝島高松を中心に旅客と観光客とでにぎわいます。休止まで運行しておりました国道丸、コンピラ丸、高松丸の3隻は2012年11月までに海外に売却されました。今でも高松、宇野両港ともに休止地点での設備は残っております。美山瀬戸の船旅、高松から宇野へ3面同時撮影でお楽しみください。
さて最後に歌か国道フェリー CM ソングをお聞きしながらのお別れです。歌か国道